はい、どうもこんにちは、ハヤトです。ポケモン対戦やっていきます。お相手、ユーサさん、対戦よろしくお願いします。すごい受けじゃん。すんごい受けるじゃん。君、セミださ。君さ、すんぎょい受けるじゃん。ねえ。すんぎょいじゃん。すんぎょい。よ岩氷岩氷岩氷圧倒がきついのね。ラッキーにしよう。うるせえ。ヘトロメはどうやって倒すの？飛行技、飛行技。ヘニラッシャーも決して楽じゃないしね。いやまあ言ってもしゃあないね。特殊系ラッキーは絶対だろう。あーちょっと倒して崩した。ちょっとなんか甘い気はするけど。さあ、ゆうたさん、対戦よろしくお願いします。で、クレベース、ずいぶん自信あんじゃん。スタートゴー。あ、あいつさては、肌にも弱点だ。身が悪っしょ。身が悪い。効果一発で何か落ちる技あんの？あ、間違えた。勝手に A ボタンが。引いてください。引かないの？決め技使って落ちるの決めに。あと、ペロ。じゃあ身代わり置いちゃおう。身代わりまで置いてしまえ。どうせなんか ラッキーとかプレテリアとかそんなもんでしょ。オッケー。身代わりまで置いちゃえば、もう受からなくなってくるから。もし相手が迷走してこようもんなら、即投げる。即ボッコよ、即ボッコ。シーがグーンと上がる。あ、迷走、了解しました。はい、了解しました。許しません。どんくらい早いの？体調症候群。ゴールドラッシュ。ナイス急所。ナイス急所。つか急所でこれかよ。すげえラッキー。でもこれが受けっぱの宿命だからな。別になんか偉そうなこと言うつもりとかじゃなくて、実際問題、お前らもちゃんと見とけよ。受けパー使おうってやつはこうなるんだ。また急所？え、前にもこんなことなかった？なんかウルガモスで、はい、ウルガモスでタフゴーがシャドボーを急所に当てつけるやつ。プレベース、もう本当にしんどいってことでしょ。オッケーオッケー。しゃあ、なめんな。嘘調子乗りました。さあ、ゆうさん対戦ありがとうございました。はやとチャンネル。あ、対戦相手の方が見つかりました。お相手、瀬内さん、対戦よろしくお願いします。さあ、お相手はゴリランダーウーラオス海流羽ばたく神巨人オーン。なるほど、なるほど。これは、はばかみから入って、麻痺、甘えるをしてもいいですか？パオジアン欲しさあるな。全体的にこれで良さげだな。いいな。問題なし。よっしゃ、行こう。さあ、お相手、瀬内さん、対戦よろしくお願いします。
お相手としてはゴリラ。ゴリラゴリラゴリラですね。さあゴリラ。ペースメーカー。反対ゴリラは何をしてくるんだ。ゴリラエイズ甘えてみようか。甘神の大きなというのもありけり。ドラマアタック。口の S を下げて。あ、そんなに入らんね。体力回復。うまし。じゃあ次は麻痺を撒いちゃおう。ごめる。誰に引くの？オーンか。当時オーンさんは苦手なので2号ゴーサーフィンゴー。当時系回復。ああそしたら誰。優秀君に引かれるのが若干痛いが、ゴルラ打ってていい。ごめる。誰出すの。ゴリラ。ダメージ。さっきを生い茂らせたゴリランダーが戻ってまいりました。一回で出そうか。先落とすだろうな。覆面どかされちゃうのは美味しくないが。で、これで、特命ダメ食らう。で、怪獣見たから、巨人音出すでしょ。そうだと言ってくれ。怪獣見たら巨人音を出す。そうだよね、そうだよね、わかるよ。なんだって。なんだって。振り交換失敗。ビンゴー。じゃあもう一回釣るか。怪獣出走です。リュウマイが嫌だ。リュウマイはやめて。回らないタイプの怪獣でいてくれ。ラストバック。お、怪獣の、くしくも同じ色。いやーもうだるいて。ちょっとだるいて。麻痺でよ。こちらも止める。いやー負けてんなー。あ、ゴリランダどうでございますか。じゃあ OK 入る。じゃあ座るか。クリアヘッツ気を落とす。決めて動けない。ワンヘッド。止める。チオン。結構ダメージ入った。お、あいつ巨人をサーフ号にデンジャー打ってきたな、あの怪獣。とりあえずアイアンヘッド打っとった。止める。誰だ。ゴリラ。マキゴリラね。
ここにダメージ入るな。もう一発投げる。ファイヤーヘッドレンタルよさげ。ポジオンを出します。要はこのままアイアンヘッドすればいいんじゃない。アイアンヘッド、あ、塩漬け、あ、そうだよね、そうだよね、彼には塩漬けがあったね、忘れてたの。しびれて動けない。じゃあここ自己最大なんだろう。過去の2体はまひってるわけだから、止める。うまくね。ゴリランダークラスメーターね。頑張れ頑張れサーフボード。ゴールドラッシュ。何に照らすの君。ん、通りか岩じゃないのゴリラって。ああ、そんなのいる。いいなヤバもあんですか。さっきあ、今回の参考は自己採持ってない。カトボで落ちる。カトボで落ちてくれなきゃ困る。いやー負けた。オッケーオッケーオッケー、まだ参るまだ参る。もう一度シャドーボール引っ込めるよ。こんだけ体力ない。あー巨像に引くってか。あ、ボーダウンラッキー。いや違う、いずれにしろサーフ号は生かしとかないといけない。海流バック。ミラクラ。はい、よろしくございますか。あいつ麻痺ってないのか。いや、まあしゃあない。海流お疲れ。お、ラッキー。当時を。休憩いたします。なんかしかし海流を生かしとく意味ってのは特段ないのかな。じゃああそこへ食っちゃうか。上から塩漬け。OK 動く、えらい。ラックアウト。海流に引けるターンですか、あなたは。自己再生、自己再ターンに合わせたい。ダメージ入んじゃん。いやー俺ならもう一回自己再生するけどどう。ここ髪降臨させていいですか。バカミ選手出走です。次戻れ。ここで羽ばたく神リポ再生。
二人をどうにかできれば、こっちの勝ちなんだよな。ムーンフォース。いや、勝った。あれはどうにもならんわ。オーバイジャムリ。ちょっと、じゃあどうにもならんということが分かったので、やはりサーフボー選手ですね。頼れればやはりサーフボーよ。止める、ブリランダー、パッパッキー、あいつグッズくれるよね。じゃあシャドボー打ちますよ。ゴメル、カイディだな。入ってんじゃん。グラスフィールドだから地震がもしあったとしても耐えるな。いっちゃおうか。シャドーボール溜めやすね。なんか溜めやすめでは受からないでしょう。ギリ受かってんな。じゃあバルダック見しようか。いや多分自信ないと思うんだよな。あったら打ってくるだろう。えっ、いやすらこれね、ひるみ狙いだよな。でもこっち隠密マント来とんねん。オッケーオッケー、いいダメージ入るじゃん。そうだ、これはでかいぞ。これは勝ったんちゃうか。足元の草木が消え去る。シャドボレンダーや。ごめん、そうだよね。もう座れないよね。この怪獣じゃ。ゴリランダー落とす。これで、POD まであと2、3分。トラック。ゴリランダー撃破。怪獣出すしかないよな。ウアスラ電磁波怪獣。3分、残り3分。このまま怪獣、怪獣じゃねえ、サーフ号が生き残れば、勝ちや。仮に地震があったとしても、こちらが上やぞ。ミテラなの？シャドボーはどっちにしろ半減だから、強めの塩で半減なので、あ、違う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 、あいつあれじゃん。これだけ見せよう。オッケー、対戦ありがとうございました。それでは本日の動画はこの辺で。チャンネル登録、グッドボタン、コメントをよろしくね。 See you!